まずは今日練習で、はい、2つ、2種類使いましたのは、はい、どういう目的か。1本目はまあ普通のスパーリングですよね、お互い攻撃する。で、2本目は相手に攻撃させて、それをその相手に入ることで打たせない、防ぐ、かわす、合わせるっていう練習に特化したものですね。そのガードするとか下がるとかそういうことじゃなくて、相手の中に入る、単純に間合いを詰めるっていうことじゃなくて入る、相手が攻撃できない、何もできない状態にする、相手を無力化する行為をの練習ですね。パッと入ることで相手の攻撃を何もさせなくして、こっちだけ攻撃するっていう、それを練習するためのものです。いつぐらいから取り入れて？最近ですかね。最近そのサンチンっていう方のことが、もう少しちょっとうまく分かってきたというか、サンチンの意味を、サンチンの技を組手に取り入れることができるようになってきたんで、そうすることでまた今みたいなこともできるようになってきて、うん、そうですね。そこを極めることが多分僕が世界一になるために必要なことだと思ってるんで、今そこを一生懸命やってますね。最初始めた時はすごい難しかったね。そうですね。でもずっとそこ目指してやってたんで、その相手に何もさせずに一撃で倒す技の攻防とかしてたらもう殺されちゃうんで、一で倒すっていうのを目標に、僕は理想にやってたんで、その過程で今までいろんな形を経て今ここにたどり着いて、まだこの先がいっぱいあると思うんですけど、一撃の理想の途中で今こういう形になってるっていう感じですね。だからそんなにやりにくいというか、なるべくしてなった動きなんで、自然にやってますよ今は。本当に一番動きやすくて、一番多分相手にとって嫌なことをしてると思います。肩から見てると、はい、手も下げて、はい、いきなりバッと突っ込んでくる、はい、やってる方は危ないんじゃないかって思うんですけど、決してそういうわけではない。そうですね。確かにこうまだ僕は未熟で食らってしまうこともあるんですけど、でも、うん、本当に命を懸けた戦いだった時に、下がったり防いだり体を丸めたりだとか、そういうスポーツ的な発想だと多分生き残れなかったと思うんですよ。相手に入っていく、まあ、捨て身っていう言葉もありますし、先手必勝って言葉もありますけど、その勇気を出して前に行くことで相手の攻撃を防ぐこともできるし、自分の攻撃を当てることもできるっていう、それを突き詰めていったのが今の形なんで、うん、まあ見ての通り今のスパーリングではあまり食らわなかったと思うんですけど、そういうレベルになりつつあると思います。それが今からまた世界のトップ選手にできるように、もっともっと磨いていかないといけないですけど。例えばスパーリングとかでやってみて、相手の反応とかってどんな感じですか？面白いですよ。もう相手が何もできない、動けないっていう状況が多々あるんで、こっちが 入るっていうことはそういうことなんですよ。こっちが相手をコントロールするっていう、だから自分の思い通りに相手が動いてくれますし、隙を作ることができますし、そうですね、もっともっと研ぎ澄ませていきたいですね、そこを。そういう部分では実践で早くやってみたい。そうですね、やってみたいですね。楽しみです本当に。7ヶ月間試すことはできなかったんで、
今僕の空手がどの位置にあるのか、でここからどうすればいいのかっていうのが今度の試合である程度また見えてくると思うんで、うん、楽しみですね。もう本当毎日すごい楽しいですね。こう自分の中ではもう希望があるんで、これをやっていけば世界一になれるっていう確信があるんで、一歩一歩なんか進んでる実感はあります。青木選手のところに NTT に寝技修行に行かせてもらってますね。そこに関しては僕のその武術的な発想とは真逆のとこなんですけども、まああくまで競技の中で勝たないといけないわけで、僕がどんだけ理想を言っても勝たなきゃ意味がないわけで、競技の中で勝つために必要なことをやってるって感じですね。 NTT で負けない練習、別に寝技で勝とうっていう意識はそんなにないんですけど、もちろんチャンスだったら行きますけど、基本的には負けないための練習をそこで進んでますね。そういう意味でも、まあ、競技者としてのレベルも上がってない結果ありますか？あります。やっぱり強い、すっげー強いんで本当に NTT の人たちは、ちょっとやっぱ衝撃でしたね。今までの感じた寝技っていうものとは全く別次元の寝技の選手があそこにはいて、自分より下の階級の人にも抑え込んで動けなかったり、抑え込まれて、逆に抑え込んでも返されたり、そういうことはあんまなかったんで、びっくりしましたね。でやっぱり青木選手とか北岡選手とかいう超トップ級の選手に対してはやっぱり寝技でやったら歯が立たないっていうのを感じたんで、なおさら今やってることは正しいなとも思います。あの選手に勝つために MMA っていう今流行りの MMA をやったら多分勝てないなと思ったんで、一瞬でも寝技になったらちょっとやばいなと思ったんで、こう打倒局が回っちゃったらもう局の時点で負けちゃうなと思ったんで、あの打だけで倒すっていうことを理想にしたいですね。それが海外の、まあ、メレンデスであったりフランク・エドガーであったり、そういう選手に勝つためにもそこが必要なんじゃないかなって僕は思ってます。すごくいいですね今回。最初まあ4月ぐらいに試合がある予定だったんで、そのつもりで練習しててで、そのまま5月にスライドして、まあ、準備期間が長かったんで、あの体重もすごく順調に落ちてますし、集中力もすごくある状態なんで、最高の仕上がりで臨みます。今まで対戦相手の研究をして自分のスタイルを変えるってことはしたことないんで、うん、その時点でもう線を取られてるっていう武術的な発想なんですよね。相手によって自分を変えるっていうのはやっぱり自分で相手を動かすっていう、常にですね、そういう形でやっていきたいなと思うんで、多少見てこういうことは気をつけようっていう意識はしますけど、基本は自分を高めることに集中してやってます。作戦